少し扉を開くだけです。 By somewhere 覗けます。はい、見えるだろう By somewhere、 いよいよ締めのレッスンになりました。これ一番最後ね、そんなことないまで行きましたね。待てよ、ちょっと音合わせよう。少しだそんなことないまで、このメロディーが胸がキュンとなるってところまで行きましたね。で、ここ次ね、本当にこれ高くて大変だけども、あんまり堂々と歌っちゃダメなのね。少し扉を開くだけですね。それではまず流してもらって一緒にやっていきましょう。そうなんですよ。またここもね、またね、なんか簡単そうでいて意外と大変な部分ですね。これね、高いけどもこう抑えながらね、少し扉を綺麗にタララララララって同じところに戻らなきゃいけないでしょ。で、すごい抑えながら少し扉を、こんな感じですね。もう少しと、誰もそんな風に歌う人いないと思うけど、やっぱりほんのちょっとだよ、ほんのちょっと変わるだけで私たち変われるんだからっていうね、その思いを込めていつも歌ってます。少し扉を、次ね、開くだけです。ここで上がるんだな。これがまた、これで扉をブレス必ず入れて、で、開くだけです。これだけって行かなきゃいけないので、もう準備しとかなきゃダメ。開くだけって、もやっぱりだけですって行かないで、だけってちょっと下からね、開くだけです、ですじゃなくて、まあです、ちょっとです、ちょっと持ってくるかな、余韻がいるかな。開くだけです、こんな感じ。ちょっとやっちゃうね、ススって言われてスで、そこからここでね、バイストンウェルもワンブレスです。開くだけです。バイストンウェルはこれ息継ぎしないでいってほしい。これ私がいつも気にしてるところです。スバイストンウェルじゃなんとなくつながりが悪いし、大きくないから、やっぱり歌を大きくするためにはワンブレスで、この少し扉をここで必ずブレス、これここはブレスしなかったら絶対バイストンウェルまでは続かないので、少し扉を開くだけです、バイストンウェル、ここたっぷりです。こう大きな歌にしないとね、バイストンウェル、なんかこの子供の時のもうすごい元気だった、屈託のなかった世界、それから時間的な経過はあっても大きな世界で私たちは生きているっていう、この大きさを出したいっていうね、バイストンウェル、ガーンとロングトーンします。必ず扉をって吸ってほしいのね。いつも言うように私レッスンの時に言ってますが、口を開けてって吸わないでほしいんです。これがね、口開けて吸うと雑菌が入る、喉が乾燥する、風邪もひきますよ。本当にできればここ扉をって、私無意識に口が閉まります。息をいっぱい吸いたいから、息をね、いい空気にしたいの。吸った息、同じ空気を鼻で入れるといい空気になるんです。みんな人間持ってる鼻はね、前も言いました、加湿器であり、エアコンディショナーであり、なんだっけもう一個、加湿器、エアコンディショナー、空気清浄機だ、その3つの機能をみんな持ってるの。だから口で入れたらそれが全部ダメ、喉の乾燥を招きますから、するために喉が乾燥して雑菌が入って、冷たい空気が通る、熱い空気も入っちゃう。そうじゃなくて
口を閉じて鼻からで入れるようにすると本当に喉を守れますので、まあ、歌以外のことを言っちゃいましたけども鼻から入れる、ね、少し扉を開くだけです。バイストンウェル、ここなのね。これをね本当にバイストンウェル、もう息苦しくても何でもこのゆったり感絶対にこうつまバイストンウェルって早く早くってならないようにね、みんな そこら辺でなんか早く行っちゃおうとしちゃうので、ここでたっぷり息を吸った後に大きく歌う。バイストンウェル、下がりました、ごめんなさい。まあ開くだけです。バイストンウェル、トントンってこうバックの音が来るまで伸ばしきるの、伸ばしきります。そして一番最後に覗けます覗けますって、まあこれ覗けますって本当に初めて私この曲もらった時、覗けますってその歌詞何って、もう本当にまだ若かったし、覗けますっていう言葉って今までそんな歌の中にあったかしらみたいな感じでちょっと変わってるなと思ったんですけども、やっぱりその要するに覗けるのよ覗けますってそういうことよね。もう自分がちょっと開いてこうやって見ようと思えば見えるんだからっていう、まあそういうことよね。それ覗けます、あえて覗けますという言葉が伊予木先生はお使いになりましたので、そこを大事に大事に歌います。覗けます覗けますよりもやっぱり例えば覗けますとかちょっとけます、ちょっとこうフォールしたりしゃくったりしてその思いを入れるっていうのが大事かなと思います。まあとにかくブワーッともう大きく歌った後は本当にもう独り言のように覗けますって優しく優しく歌う、そういう感じですね。はい、というわけで2番3番もちょっと言っとこうか。なんかすごくねこの歌もよくできてて、この起承転結じゃないけども2番がまあとっても悲しいのね、とっても悲しい。もう宝石箱が流れていって、もう知らない間にまあ要するに大人になっちゃったって、いつ私はこんな大人になっちゃったんだろうってまあみんな感じる感じだよね。それでまあ同じようにあなたが編んだレースを透かし覗いた景色は ひどく自由な大人の世界、本当に幸せいっぱいに歌う。でそこからそれは豊かに、そこからもうとっても悲しくなっちゃうわけ、悲しい感じね。待ちすぎた後心が塞ぎ宝石箱は流れ、ここもな流れていた、こんな感じね。もういたじゃなくてもう本当いた、こんな感じでもいいと思う。流れていた、これでもいいと思う。やりすぎぐらいでもいいと思う。本当になんでっていうぐらい、もう気がついたら手元になくなっちゃったっていうその喪失感をね、やっぱり自分で感じながら歌ってほしいです。で涙の中に取り戻したいバイストンウェル覗きます、これもね同じことですね。涙の中にうらす取り戻したいバイストンウェル、ここまでしっかり歌い切る。で覗けます、来ますね。でさまたこの3番がまた最高にいい歌詞です。もう大好きこの歌、本当にあなたに応える潮の流れの変わり目があるのよ、必ずある、変わり目は必ずある。もう来年は潮の流れの変わり目にしよう、みんなで、そんな感じ。忘れた夢が白波に乗り幼い頃の日が差してきて、いいなって感じなのね。なんてこの素敵なの、一つ一つが輝いてくれるんだよ、本当に変わり目。ちょっと気持ちがピンって切り替えるだけで、いつもいつもいろんなものを引きずってないでさあやるぞってもう思いっきりこうジャンプアップするっていう素敵な3番の歌詞になってますね。それをもう本当に思いっきり前向きに歌っていくっていう形がいいと思います。そうね、どうしようかな。まあ後半の忘れた夢が白波に乗りからはもうイケイケでもうバンバン行っちゃえばいいし、で一つ一つが輝いてきてっていう時に一つ一つを本当に大事にね、これ一つ
つ一つが一つひもうちょっといい加減にしないで一つ一つを本当に一つ一つがこれ大事です。でここでブレストをして輝いてきて by so well お前伸ばすね、大きく歌う。で最後覗けますを自分に言い聞かせるようにみんなと一緒に共有するようにかみしめながら覗けますって締めます。そういうわけでそれでは最後のところワンコーラスだけ一緒に歌いましょう。お願いします。そこに隠れている小さい頃の思い出色は憧れていた赤と黄色の眠り忘れるときめきでした。そんなことない、少し扉を開くだけです。 By so well 覗けます。はい、どうもありがとうございました。本当に素敵な歌、これからもバイストンウェル皆さん一緒に歌ってくださいね。さて次回はですね、私のオリジナルからちょっと離れてカバーした曲をやってみようかと思います。ちょっとあの古めなんですけど皆さん大好きな曲です。前野陽子さんが歌ってましたコブラ、あの曲でございますよ。また次回楽しみにしてください。今回もどうもありがとうございました。ありがとう、またねー。